歩いていける。でもね、俺この道怖いんだよね。なんか今回徳田が訪れたのは、前回に引き続き静岡県大正のトンネル。前回の明治トンネルの隣に存在するこちらのトンネル、なんでもこちらにも心霊の噂がささやかれているというのだが、わかる？このトンネルよりね、この道の方が怖い。なんでか知らんけど、この道めっちゃ怖いよ。怖い怖い、ほんとこの道怖い。なんで？化けた化けた、俺の化けた。この道怖いよね。ほら、あれ、何今の光り方。え、化けたんがなんか変な光り方したね。この道怖いんだよ。なんかほら見て、左側に圧を感じる。こっち側が崖になってるね。あ、妖怪、あ、妖怪系統ってこと？なんて読めばいいんだそれは。妖怪の妖、妖系統に弱いんですね。ああ、なるほど、妖怪とかそっち系ってことですか。この道めちゃくちゃ怖いんですよ。あやかしか、あやかし系統か。ありがとうございます。あれ、もうこれ赤ちゃんじゃん。こんなあやかしか、怖っ。わ、そうか、あのね、幽霊とかその魂的なもの以外に、そういう妖怪、あやかし、そっちはね本当に疎いんですよ。未知すぎちゃって、僕の知識が追いつかなすぎて怖いっていう。怖いよ本当に。なるほどね、その理由が分かりました。なるほど。うわ、重てえな体が。霊とかには慣れていらっしゃるけど、妖怪やあやかし系統には慣れていらっしゃる。なるほど、すごいしっくりくる。そういうことなんですね。その自分でじゃあすごい怖いって思ったところ、そういうところにはそのあやかしがいると判断すればいいのかな。うわー、なんだこの、変なの、ふわふわしてるんだけど体が。ここで徳田の体に異変が起こるね。これめちゃくちゃ坂道になってるんだよ。ちょっとどうやって言えばいい。ほら見て、道が勾配ついてるでしょ。で坂道になってるんだよ、こう。なのに全然足が疲れないというか、ふわふわしちゃってんの体が。飲まれてきてる。あ、なるほど、そうか。だってもう見てよ、こんな、こんな、え、もう顔あるじゃん、なんなら、ほら。なんなら大丈夫、大丈夫、全然大丈夫なんだけど、雰囲気が変わりすぎてるっていうか、完全に飲まれてる。あ、落ち着こう少し。ここやばいっすよね。男性の顔に見えるっていうのもあるんだけど、なんか女の人の強い念的なものを感じたりしたりしなかったり。
そして水もあるんでね、左にベタ付きして歩いてきてる方に気が付くようになるまでです。ベタ付きしてついてきてる方に気が付く、左側にいてついてきてる方に気が付くようになるまで。ああ、なるほど。ちょっとここで待機してた方がいいってことですか。不動帝尊の指示により落ち着きを取り戻すためこちらに一時避難する徳だ。今めちゃくちゃ後ろに人の気配を感じてる。いや、なんかね、女の人の感じがすんだよな。じゃあこのなんかトンネル全体からなんか女の人の気配っていうか、なんかね、なんだろう、なんて言い表していいかわかんないんだけど、トンネルの奥からねちょっと水の音がするよね。ありがとうございます。風の音うるさい？どうでしょうか。え、ちょっと待って、歌が聞こえてるんですけど。まずくない？ちょっとこれはあれっす、戻るわ。戻るのもいい気はしないんだけど、ちょっと戻るわ。この時身の危険を感じ戻ることにした徳だ。これまずい。つかこっちに戻るのもまずい気はするんだけど。うわー、ちょっとやばいぞ。これ本当にやばいな。本当にやばいな。ちょっとこっちに戻ること自体もちょっとおかしい。ちょっとやばいぞ。めちゃくちゃついてきてんじゃん。耳元で女性ささやいてた。うそー。なんか途中音楽聞こえるって言ったんじゃん、それかな。女性いた。あのって言った？こっちって言った？こっち？こっちって言ったんですか？え、その女性の人が？ほう、怖っ。こんわー。あら、そうそうそう、小春さんこんばんは。ここで徳田のもとにツイキャス、YouTube でも活動されるもう一人の霊能者が現れる。ありがとうございます。明治トンネル、そうです。今ね、明治トンネルの方行って、そんなに今日なんか明治トンネルの方で感じないなと思ったんで、この並行してね、あのもう一つ大正時代に作られた大正のトンネルっていうのがあるんですけど、そっちに今行ってきました。犬の尻尾みたいにフリフリしてるんだけど、あれ可愛くない？なんか葉っぱ、なにこれ、なんでこんな揺れ方すんの？そこまで風ねえぞ。おい、そこまで風ないんだが。落ち着け。大正トンネルも神殿の噂。あ、やっぱり女性の霊じゃない。おい、なんでこんな揺れてんだって。落ち着け。いや、そんなに風はねえぞ。おい、そんなに風はねえぞ。なんでこんな揺れるのね。やっぱ女性の霊なんだ、大正のトンネルの方。それあかん。これダメ？風ないよ本当に。そこまで多少揺れるけど、なんでこんなに揺れるのってくらい。え、これやばいやつ。ほら止まった。いや、風ないって。これいる？こんな揺れ方しねえだろ、ほんと。青。すごくない？
これいるんだ。風ないよね。他の草木見てみて、多少は揺れるよ。そりゃこんな揺れんだろって。犬の尻尾みたいじゃん。早くなってきた。めっちゃ揺れてる。かわいい。犬の尻尾みたいで可愛いは可愛いんだけどさ、あれだけ明らかに揺れすぎなんだけど、ちょっと落ち着いてきた。アピールすごいね。見て見てっつってんの。あかん気がする。子供かな。明らかに葉っぱは変だよね。他揺れてないもんだって。こ落ち着いた。遊ぼうって。うん、なんか怖くはないんだよな。かわいいね。子供がいるんでしょうか、ここには。あ、風の通り道かと思ったけど、おかっぱの女の子が立ってた。やっぱ子供ですかね。明治時代のあれですかね。あれって言っちゃうとあれなんだけど、あれのあれで気持ち悪くなってきた。音声途切れてる。ちょっと電波が不安定になってきてますね。トンネルなんで、まあ多少は仕方ないと思うんですけれども。なんだ今の音は。大丈夫？音声。風に乗って、線の風に乗ってね。ここで歌歌ったらすごい反響して、いい歌が歌えそう。トンゴン。そう、水の音がね、水流れてるんだね。え、水の流れなくない？ちょ待ってよ。ちょ待て、水流れてない。するもんなんですね、水の音って。まずいかも。本当にやばいな。あ、こんなに音、え、こんなに音する？水の音。水そんな流れてないよ、言うて。先生笑ってる。くるくる。電波が切れたら俺は気絶する。とりあえずこの後振り返った先のトンネルの天井に注目していただきたい。寒い。さっきまで暑かったのに。寒い。特に気になるのはこちら。女性の顔が複数体重なっているかのように見えるのだが、これは何らかの理由によりこちらに留まり続ける女性の霊だとでも言うのだろうか。樹海にいた時より寒い。あそこやけに赤いんだけど、なんか指とか刺したらやばいかな。まあ刺していくけど。わあ、遅延発生した。まあさっき、ああコメントもちょっとあれだね、若干遅れて入ってるわ。え、ブルートゥースイヤホン切れた。は、嘘やろ。寄ってきてる。
しい、 Bluetooth イヤホン切れた。お分かりいただけただろうか。寄ってきてるから気をつけて。ちょっと待って。おかしい、 Bluetooth イヤホン切れた。電波など関係なく接続ができる Bluetooth の接続が突然切れた直後のことである。寄ってきてるから気をつけて。ちょっと待って。おかしい、 Bluetooth イヤホン切れた。 Bluetooth イヤホン電池あるのに切れたし、接続は切れた。これはまずい。やっぱここやばいよね。いや、だって Bluetooth なんて電波関係ねえじゃん。音声早送り。ちょっと待って。なんかいる。ドクダはこのトンネルを抜けた先に気配を強く感じたというのだ。あんま気にしないようにしていくわ。俺目合わせないように行く。確実にいるわ。ちょっとガチで向こう壁側は俺見れないわ。 目を合わせられないというか、俺は見てない。多分やり過ごした。音声は何度もループしてる。私は何度も繰り返す。お分かりいただけただろうか。徳田が後ろから何かの気配を感じ取り、振り返った直後のことである。完全にいるじゃん。今のは威圧されたのかな。振り向いちゃダメだよ。はい、はい、やばいね。ちょっとこれはガチめにやばいみたいなんで、完全にいますわ。女の人、なんなら赤ちゃんの泣き声も入ってきてるのでお勧めはしません。トンネル抜けた先、多分女の人こっちガン見してたわ。別に多分心霊スポットではないとは思うんですけど。うわー、びっくりした。え、カッパ、カッパがいるかもしれない。これあれやで、カッパより偉いもん見つけてしもうた。悲鳴が聞こえた今。何何ピエーって、カッパ、まさかのカッパの鳴き声なんじゃない。